平介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。さて、今週も始まりました230回です。本当にあの番組始まった頃で多分これ何十回とかさ、下手すると何十五回とかそういう区切りも記念番組みたいなね気持ちでいたような気がしますが、今週は全くの偶然ですが、先週に続いて、またソングス&ドックス腕組みしてて偉そうですね。後ろに組むのもなんか変ですしね、難しい。結局前でなんとなくこうなっちゃうんですね。230回目を記念、今年確か200回201回という感じで、スタートしてきてると思うので、もう本当にね、あっという間に1年の半分を超えていこうとしているというより超えちゃってますね。現実問題は超えてますね、とっくに超えてます。はい、もう暮れです。はい、ちょっとこれまでと似ている景色だと思いますが、丸太の柱がある向こうにあるのは先週までとまた違ってですね、桜の木だそうです。はい、なので、山桜でちょっと都会の人の思うのと違ってね、葉っぱと花が一緒に咲いちゃったりするものですけどね、山桜のある光景からお届けしています。なんかね、怪しいのよこうやってても。今週も今は雨は止んでるんだと思うんですけど、なんかこう全然セットがなってないね。こう星の、はい、出ましたね。ここから撮り直す、まあいいよね。はい、そうなんです。止んでるけど、その桜の木含め周りがこれだけ木がありますと、湿度も高いし、当然風が吹けばなんとなくね、霧のような、感じにもなりです。正直なところ7月でも8月でもこの辺は涼しいというね、晴れた日の日中、もうちょっとオープンな場所に行くと暑いんですけど、この辺りは本当に日が暮れてくるとあっという間に涼しくなるというところであります。さて、初夏というか梅雨から初夏の時期のツアー記録ということで、だからまだギリギリ7月ですけども、先月のライブツアーの中からここのところをお届けしております。宮古の K スタジオさん、しばらく前に僕の横にキッスが、こっちじゃない、こっちになるんですかね、もしか僕歌っているこの辺りとかにキッスの4人が映っている、ライブスペースがあったかと思います。あちらにまた5月も呼んでいただいてお邪魔してきました。5月に呼んでいただいて6月にも呼んでいただいたということになるんですね。で、5月に行った時と決定的に違うのは、もうお客様が、私の後に出てくるバンドさんたちのお客様で、私の後はバンドさんなわけです。ものすごいサウンドでね、熱い場で、歌わせていただいてきたものです。ということで、ソングス&ドックス230回目ですので、ある種のテーマソングでもあります。横のものを縦にして、間違ったんだったか間違ってなかったんだったか、なんかちょっと記憶が、なんかどの曲かをあのライブでもあってやったような気はするんだけど、ライブです。ありのままにお届けします。はい、お聴きください。何でも歌
そうですね、この K スタジオさんでのライブって一曲終わった時の拍手はものすごいんですよ。うわーっていう感じでね。でも演奏中に連れ同士こう3、4人、3、4人で座ってらっしゃる中での演奏中は喋っていいみたいな場でもあって、東京のライブのやり方だとあんまりないので、多分ね、他では普通に行われてるのかもしれないんですけど、それがね、どの出演者の時も割とそんな感じで、ちょっと、と思いながら歌ってましたね。横のものを縦にしてなんかは一応ね、伝えたいじゃない？曲というか、歌詞というか。それが、なんか伝わってんのかなと思いながら歌って終わると、わーっとなるというね、不思議な映像だったと思います。編集長もちょっとカメラ付近で、あ、でも大丈夫か、カメラは離してあったつもりだから、そんなにお客さんの分かんない、さあ、ここ2週間お届けしてきた、この今月の新曲というかね、
本当に6月の終わりに書き始まって、今だんだん仕上がってきているような感じです、悪い男ですが、漢字で書くと悪いオス犬ということにしています。かっこ男、これはあのライブ映像がごくごくないので、ごくごくない、ないね、ないので、もう久しぶりにこの収録で生で歌う、しかも少しずつ良くなっていくだろうと信じて3週間ぐらいやってみようかなと思っていますので、今週が一旦締めようかなという週ですね、やってみましょうか。うまくいっていくといいね。3週連続同じ悪い男をお届けした次第です、どれぐらいのものなのか分かりませんし、そもそも悪い男じゃねえじゃんっていうね、犬じゃんっていう話ですけど、まあまあまあ勘弁してください、また、新しい曲が書ける場面ではこういう試みもどうなんですかね。あの、まあ、まあまあ番組的にもね、同じ曲、同じって結構な何50曲とか80曲とかそういうものをぐるぐる回してる感じに なるんだと思うんですけど、うん、
まあこういうね新しい曲がある時は3週間ぐらいはいいのかなと。で多分まあ先々週今週と少しはいいんじゃないの今の方がっていうことでね、なってたらいいなと思います。いかがだったでしょうか。さて、Songs & Docs の230回を締める歌は、初代の私が本当に初めて犬と触れ合って暮らせるようになった、もともと僕犬大の苦手でしたので、そのきっかけになった犬をとの思い出というか決め事ですね、歌っています。それが君の世界なら、これをですね、そのロックファンの皆さん、オールディーズファンの皆さんの前で、歌うというね、まあまあまあやってみましたよ。ぜひ今週の締めに聞いてみてください。それが君の世界なら、宮古ってあの岩手県の宮古市です。沿岸ツアーの一曲です。今週もお付き合いありがとうございました。では、また来週お会いしましょう。さようなら。それが君の世界なら、そして君の短い
ー